ブリムの奇跡がなくなったメルヘンに理想郷ハッピーエンドが生まれた後、クマたちは差し出されためでたしめでたしを受け取らないで、友達と家族と大切な人と一緒に帰ってきた。これは誰かに祈ってもらうために生きた私の結末。ハッピーエンドを置き去りにしたクマのお話だよ。きっと守れた誰かのことをクマは後悔しなかったよ。でもね、クマは誰かのために何かをすることしかできなかったんだと思う。戦う以外何も知らなかったと思うよ。昔、戦役につき勇敢に人を殺す仕事をしていた頃、私は戦争が続いていた間はうまくいっていた。平和になったらもう何もできることがないと言われた。家族は私に何の役にも立たないって言ったんだ。そして途方に暮れた私に白魔は緑の上着を差し出した。呆れた兵士よ、勝負をしよう。使い放題の金や財をやる。代わりにお前はその素晴らしい心を俺に試させるんだ。悪魔は戦争しか知らない私が本当に人のためだけに戦ったのか、憎悪や欲望のために人を殺したんじゃないかって言いたかったみたい。私は熊の皮と名前で7年生きればよかった。神様に祈って無事をお願いしていればそれだけで熊の勝ち。勝負の間、熊は屋根のあるところで寝られない。汚く汚れた熊のために人間は無事を祈ってあげられるのか。熊はね、人の優しさを信じようって思ったよ。最初はダメだったけど、クマはあんまり頭が良くなかったから、信じて、信じ続けて、黒騎士さんのいるこの国にたどり着いた。そして、星の降る夜が来たんだよ。熊の皮のハッピーエンドは幸せな結婚。あの日、ビーとグリムと天使のアンヘルがくれた奇跡、それはたくさんの祈りを熊に届けて呪いをほどいていった。熊はもう熊の皮を脱いでもよくって汚くない。熊はもう外で眠る必要がなくて、誰かと一緒にいられるよ。だけど、クマは上手な生き方を考えるのが苦手なんだと思う。クマは、また祈ってもらえるように生きていこうと思ったよ。人の優しさを信じて、誰かを助けるクマでいたかったんだよ。だってね、この国にはクマに優しい人がいる。クマを好きって言ってくれる人がいっぱいいる。いつかクマの呪いが解けた時のために家をくれた人もいるんだよ。クマ、すごいことになっちゃってるよ。ユノがお祝いをする6月の婚姻祭祀、結婚を応援する日のためにクマはいつの間にかお嫁さんにされちゃったよ。クマのお話は、結婚すればいい、呪いが解けて運命の人の家に迎えられて
幸せになる、そういう結末だけど、暗黒街のサリーが本当にウェディングドレスを送ってきちゃって、修道会も印刷所も少子化対策委員会も逃がしてくれなかったよ。ダメダメ、喜んじゃダメ。クマ困ってるんだよ。綺麗でも困らないとだよ。黒騎士さんと結婚なんてクマは困るかも。黒騎士さんが困るかもよ。おままごとでもみんなが応援してても、それでもクマはもう綺麗になれたけど、大好きな黒騎士さんと結婚なんて。嬉しいの、幸せなの、すぐ分かっちゃう。クマ恥ずかしい、すっごく恥ずかしいかもしれないよ。でも黒騎士さんはクマが幸せだと喜ぶから、もしかしたらちょっとだけ喜んでくれるかもしれない。クマはどうしてそんなこと考えちゃうの。くるるー。ユノの名を冠する6月、その日はとってもクマを困らせちゃう。優しい愛の女神はいつも誰かの奇跡を願っていた。未来に希望が持てるように、いつだって愛がみんなの胸に流れるように、一生懸命準備をして幸せになってほしい誰かのために働いていたんだよ。あの人はクマが選ばなかったハッピーエンドを届けに来たみたい。困っても恥ずかしくっても幸せになれればそれでいいって。愛の女神様たちは悪魔より怖いかもしれない。
少々手洗いお仕置きが必要なようですね。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。どのような場所であっても、私はもう現実からは逃げません。雲の終わりは、守り続けてくれた人との結婚。アイテムを集めるのですよね。頑張ります。進め。もはやそれ以外に道を切り開く術はないのだから。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。これでまた平和が訪れますね。アイテムを集めるのですよね。頑張ります。フリーの役割を果たしましょう。我が勝利は揺らがん。楽しい。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。進むぞ。子供の将来の運命は我らの努力によって定まる。主様が見てないから。用意された部屋の中にかけられたウェディングドレスを眺める。これは他の誰のものでもない、クマが着るためのドレス。本当にクマがウェディングドレスを着るんだ。人に嫌がられるクマの皮じゃなくて、この綺麗なものを。もうクマのお家で
一度は着てみたことがあるのに、これからみんなに見せると思うと、クマはちょっと困った。メルヘンの理想郷が墜落して、クマはこの世界の、今ここにある幸せを選んだ。だから、ここで幸せになる。クマのメルヘンの結末を再現する、クマのハッピーエンドは、幸せな結婚で、祈り続けてくれた運命の人は、黒騎士さん。ちらり、と、もらった指輪を見る。それは、クマたちが夫婦になるという証。クマの呪いを完全にほどいて、幸せにしちゃう結婚指輪。クマは、甘いものが好きなんだよ。あなたを好きになったら、クマは、あなたを食べちゃうよ。悪魔みたいなクマにかけられた言葉を、ついつい思い出しちゃう。クマは、獰猛なクマかもしれないよ。うるる、嘘。クマ、そんなことできないよ。優しい気持ちをずっとくれた大好きな人との結婚で呪いが消えて幸せになっちゃうなんて、クマは幸せしか感じないよ。夕方になったら写真も撮ってもらって、それで、あ、その前に黒騎士さんと婚約式の練習もするんだよね。その、ごめんなさい。クマ、すぐに着替える。本当に、ちょっとぼーっとしちゃっただけで、問題ない。でも、ね。よかったら、その、このクマの皮を剥がすのだけ、黒騎士さんにお願いしたい。7年の呪いが、祈り続けてくれた人の手で取り払われる。私は、白魔との約束に勝てたんだね。
リーの役割を果たしましょう。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命の導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命に導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。少しは私もお力になれたでしょうか。アイテムを集めるのですよね。頑張ります。邪魔しないでよ。主様が迷惑してるじゃない。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命の導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命の導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。どのような場所であっても私はもう現実からは逃げません。主様が見てないから。進め。もはやそれ以外に道を切り開く術はないのだから。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命に導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命の導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。どのような場所であっても私はもう現実からは逃げません。アイテムを集めるのですよね。頑張ります。
邪魔しないでよ。アルジェ様が迷惑してるじゃない。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。少しは私もお力になれたでしょうか。アルジ様が見てないからいいよね。フレイの役割を果たしましょう。我が勝利は揺らがん。楽しい。これならどうでしょう。我が勝利は揺らがん。楽しい。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。進むぞ。子供の将来の運命は我らの努力によって定まる。見てないから。進め。もはやそれ以外に道を切り開く術はないのだから。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命を導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。少しは私もお力になれたでしょうか。共に勝利の美酒を味わおうではないか。どうか恐れず立ち向かいましょう。
我が勝利は揺らがん。楽しい。運命の導くままに。我が勝利は揺らがん。楽しい。運命の導くままに。呼ぶのが遅いのよ、バーカ。絶対に守ってやるんだから。どのような場所であっても私はもう現実からは逃げません。共に勝利の美酒を味わおうではないか。
ー。